こんにちは、みなみです。はい、どうぞ。こんにちは、みみママです。はい、なんか来るかどうかわからなくて、うん、間がちょっとおかしかった。行こうと思った。はい、今回は Vlog TikTok シャープ16です。イエーイ。しかも2023年初の Vlog TikTok でございます。2023年初ということもあるんですが、他にも初があります。なんと Vlog TikTok であの方を連れていきます。あの方です。ダガ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 ダン、ルイカです。私ね、人あんまりいない平日にね、いつも行ってたんですけど、はいはい、お休みだからちょっとルイカと今回パパと行きたいなと思います。はい、はい、最近 Vlog TikTok についての TikTok をファンの方が上げてくださって、うんうんうん、この企画はいろんな県のいいところが知れて、うん、すごいいい企画みたいな、うんうん、いつも楽しみにしてます。ああ、わあ、はい、ということで今からルイカさんと行くパパと行く県を決めていきたいと思います。じゃあやっていきます。はい、全国ランダム。今日の南の靴下はアディダス。もう決まったよ。え、嘘、うん、え、予想してなかったのに。和歌山県。和歌山、和歌山県、和歌山県。アドベンチャーワールド。へー、テーマパークとかあるよ。え、いいじゃん。いろいろリサーチして、はい、行きたいと思います。はい、それでは行ってきます。行ってらっしゃい。それではスタート。はい、当日の朝です。おはようございます。ルイカさん初めてなので。そうです、 Vlog TikTok 初です。今日はね、フルコースだよ。はい、電車で新宿行って、新宿からバスで空港行って、空港で飛行機乗って、はい、和歌山県です。ほんと移動がたくさんなので遠足気分です。はい、遠足気分。ちょこちょこ回してってください。はい、それでは行ってきます。ラウンジにいます。あとね、1時間ぐらいあるんですよ。いつも1時間ぐらい早く来るんで、なんでラウンジでゆっくりしてから飛行機乗ってっていう感じですね。さっき私が Vlog TikTok 行ってきますっていうストーリーを載せたら、和歌山県来てくれないかなっていう子がいたんですよ。行きますよ。じゃあ行ってきます。脱出時に荷物は持たないでください。Leave your baggage when you evacuate. 荷物を持つと通路を塞ぎます。Carrying bag. はい。南紀白浜空港についてレンタカーを借りました。イエーイ。今日天気がいいから、うん、綺麗だったよ、景色。寝る前と起きた時の。今回は2泊、うん、で、もう今夕方くらいなんですけど、回って、それ明日も回って、3日目は帰るっていう感じですね。明日も丸1日あるからね。うん、どうですか、お気持ちは。楽しみでーす。はーい。行ってきます。はい、はい、今日泊まるホテルこちらです。ふふ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 ふ、すごい変わってるね。うん、かわいい、かわいい。じゃあ入ってみよう。はい、ということで今から今日泊まるお部屋を紹介していきたいと思います。イエーイ、行きます。はい、どうぞ。3、2、1、じゃじゃーん。
こんな感じでーす。縦長、うん、ベッド3つありまして、なんかここにでっかいソファー、なんかお家みたいな、うん、で、なんと、まあ、ここにね、なんかちょっとベランダみたいなのもあって、うん、いいよね、うん、ほうほう。そしてここです。はい、そしたらまずトイレですね。はい、トイレ、はい、そして洗面所、洗面所いきます。はい、トイレは5種類、お風呂です。温泉です。わー、すごい、すごいよね。結構スペシャル、あ、もういいね。3日間か、はい、楽しみましょう。イエーイ。はい、ということで白良浜に来ました。あのね、これやべやべやべ、やばい。で、風が強くてちょっとね、最近買ったマイクを使っております。どうですか、聞こえてますか？きっと聞こえてるでしょう。見てこれ、やべと真っ白だわ。マジ綺麗。ちょっといっぱい写真撮りたいです。はい、うん。しかも青いんですよ、海が。うわー、これグ。すごい、夕日も綺麗だし。ちょうどいい時間帯にね来ました。うわー、映えてる。映えてる、映えてる。マジ綺麗だよ。綺麗だよ。いいタイミングで TikTok 撮ります。ということで、今ね、ちょっと日の出てる時を狙って TikTok を撮りました。はい、撮れてなかったと思うんですけど、結構いい感じに撮りました。写真もいっぱい撮ったもんね。はい、私思った以上に綺麗すぎて、ちょっと驚きが隠せないという感じでした。皆さんもぜひ来てみてください。はい、めちゃくちゃいいところでした。髪の毛すごい。はい、すごくいいところでした、ね。そしてね、いろいろ写真も撮れてよかったです。今から三段壁っていうところにね、行きたいと思います。じゃあ、行ってきます。なんか洞窟来ちゃったんですけど。なんで？夕日を見ようと思った。夕日終わっちゃうよ。経験的に。ちょっと順路に沿って、はい、行きます。右。おおすごい。おお。夕日見えた。見て。やば。え、これやばい。素晴らしい。これなんか書いてある。岩の名はサドンロック。え、あれさ、これ登るんだ。落ちたらやばいとか言ってる。確かに。夕日めっちゃ綺麗やな。夕日がめちゃくちゃいい。あ、船。エレベーターでじゃずっと下ってたんだね。結構下まで。だって電波ないもん。はい、一周したので上に行きたいと思います。ここすごかったね。ね、なんかお参りするところみたいなのもあったし、すごかったです。はい、じゃあお帰り口まで。行きます。三段壁。
のフォトスポットって言われてて、めちゃくちゃ綺麗です。超沈む、ほんと沈む直前なので気の力が強い。恋人の聖地らしいですけど、あれ恋人の聖地、ここでも行ったことくれていいと思います。来れます。すげえ、ちょうどだよ、ほら。もうちょっとで、海に入ってってる、入ってっちゃった、入ってっちゃった。え、入ってってる。ほら。はい、ということで、じゃあ戻ります。はい。ラグマンさんというラーメン屋さんに来ました。寒くてラーメンを食べて温まりたいと思います。なんだっけ、焼き豚チャーシュー。おお。パパが頼んだんですけど、ちょっと先にいただきたいと思います。いただきます。いいか、いいの、うん、味が濃くて美味しい。水餃子いただきます。ルイカはシューマイ、ルビシューマイ。二人ともラーメン来ました。美味しそう。これは何だ。これはミックスね、なんかミックスラグマン。そう、バターとかコーンとかチャーシューとか。ルイカのはチーズカレー、うん、美味しそう。細麺です。嬉しい。いただきます。うん、何味ですか。なんだろう、なんだ、バター。あー、まあバター入ってるからね。甘い、美味しい。というかどう、チーズクレー美味しそう。カレーの味する。寒い日に、うん、あ、まあ最高ですね。最高。じゃあゆっくり召し上がれ。いただきます。イルミネーションに来たんですけど、風がすごくて目の中に砂が入る。ちょっとあの映像だけになってしまうかもしれないですけど、ご覧ください。はい、うわがやばすぎて撮影になりませんでした。写真のことだったんで帰ってきました。多分髪の毛の中砂だらけで、やばいよ。なんかさっきさ、歯がジャリって言ったんだよ。入ったんです。ライトアップされて夜もいい感じです。こんな感じすごい、すごいね、うん、綺麗だよね、うん、レイカさんから温泉に浸かりましょう。ゆっくりと、はーい、入ります。はい、ということで今ね、ルイカさんがお風呂から出て、私が今から入るんですけど、どうでしたか、お風呂。すごく良かったです。はい、らしいですので、私今から行きたいと思います。で、明日朝からモーニングルーティンを撮ろうと思うんですけど、それはこの動画ではなく別のね、一つの企画としてルイカとレイミムでモーニングルーティンみたいな感じでやるので、ぜひ見てください。はい、はい、今日はもうこれで終わりですね。今ね、マスカラリムーバーして落ちてきてる。黒い、ね、この動画は
まあ1日目ということでここで終わりですね、はい、でまた明日は明日丸々1日そこで一本なので、うん、ぜひそちらも見てください。せーの、最後見てくれてありがとうございます。それではバイバーイ。お風呂行ってきまーす。ワールド来ました。あった、いけるね。